エリキャンランド。皆さんこんにちは、森崎アリスです。声が出ない、ちょっと声が出ない、気にしないでね。これとりあえず今日はタクコちゃんに来てもらって、このねちょっとクッキングをしたいと思って撮ってます。ということで今日は、はい、お願いします。タクコちゃん、これのことわかんない？いや、わかるだろう。マイメンチャンネルのタクちゃんです。タクちゃんです。かわいいよ、今日初登場でしょ。え、嘘、あるか、ハッピーアワーとかであるよ。あるよ。そっか、初登場。今日はこの、キティちゃん、イエス、起きてね。そう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 。何作るんだっけ今日は。これわかる、合ってる、ネリキャンランド作りたいと思います。作っていきます。これね、これはどこで買ったの？これね、コープ、コープコープに売ってた。なんか地元かな、超地元。え、コープあるでしょ全国に。俺知らない。嘘、埼玉だけど知らない。え、コープないの？あ、じゃあスーパーで買った。スーパーだよね。オッケー、うん、全部自分で作れるみたいな。混ぜて、こういう色をこうやって混ぜて、うん、こういう風に作っていくんだって。でもこれね、あれだよ、対象年齢がさ、何歳？対象年齢書いてあった気がするんやけど、どこにあるかな。対象年齢5、6歳だった気がするんですよね。あ、じゃあギリギリだね。ギリギリだからいけるかなと思って、うん、じゃあ作ろっか。作りましょう。あ、すごくない？おお、こうなってんだ。あ、かわいいじゃん。あれのやつだよ多分。あ、それの豪華バージョンじゃない？多分ソフトキャンディだって。ピンクのソフトキャンディ、これ白、白とピンクのソフトキャンディ、あと黄色と青と黒、黒、うん、黄色、青と黒、黒、黒ね。手やんないの？完璧でしょ。完璧、やばい。あ、最初何からすればいいの？最初手をきれいに洗ってください。手洗おう。俺はまだ手洗ってない。洗ってね。じゃあウサギさんを作ります。たくんはウサギさんを作ります。作って、まずは顔面から。顔面からって可愛くない？顔面、顔面、やばいやばい、真剣ね。すごいんだけど、混ぜ方キモい。キモい混ぜ方キモいよ。ほら、あ、ね、すごいテカテカしてる。うまい。なんかさ、うん、うずらの卵みたいね。基本、うん、基本でいくの、基本、基本でいくの。後から応用をつけるから。ああ、ね、これ映ってる？映ってるよ。ほらかわいい。ねえ、タクコちゃん目覚めてきてるよ。かわいいぞ、このほらやばい。あ、かわいい、かわいい。ほら、あ、かわいい、かわいい。かわいい。次、いい感じ。お耳は、あ、あ、でもいいでしょ。あ、でもなんかこれだけつけたのね。キモい、キモい。ね、おかしくない？これ、なんで、何したの？なんでそういうことするの？付け方がわかんないんだもん。ね、なんでそういうことするの？かわいそうでしょ、ウサギ。え、じゃあ取って取って、後ろにしたい。ああ、逆？そうだよ、こう、そうだよ。あ、やばいやばい。ブサイクになってきた。ねえ、キモい。ほらほら、ほらほらほら、ほら、途中経過です。だいぶじゃない？たらこ唇、いいよ、良くない？え、すごい、こっち見てる。え、すごい、こっち見てる。怖い、怖いっしょ、キモい。あ、鼻と口って大事だね。大事だよ、大事。やだ、かわいい。ねえ、ひげだ。次の模様を作ります。あれ、私的には猫ちゃんも作ってほしいな。この猫アリス作ってみれば。どうしよう、ブサイクになったら。うん、あ、ほら、ぽいよ。ヒゲやばいって。
ひげでもこれ楽しいね、粘土っぽい。楽しい楽しいね。お完成あ、でもちょっと笑ってるみたいに見える。かわいい。あ、かわいいかな。かわいいかわいいかわいい。でも頑張ったね。うさぎちゃんは完成。かわいい。ひげがよくわかんないけどかわいい。で、私猫作るね。